ね、いろいろと準備が大変なんです、これね。いろいろ持ってきておりますけどもね。大丈夫です。はい。はい、あ、よかったよかった、音が。はい。ということです。はい、では、1曲目、ファビオラの風ですね。はい。あの日の幸いだけな
君が住む旅するローマに来る方たちが倒れた時に、解放したという、まあ、あのファビオラ看護学校という看護学校の校歌を作らせていただいた一曲でございました、まあ、ファビオラと聞いてもね、こう何のことかわからないのでちょっと一応説明しないとですね、分かりにくいかなと思いますけれども、まあ、校歌ということで、作らせていただいたので学び屋とかですね、あの場所があの八重山の見えるところにありますので、八面山の風景なども出していただきましたが、若干ちょっと今調整に行ってまいりたいと思いますけども、それではですね、もう一曲、じゃあ一曲、皆さんもご存知の曲やりましょうか。そうです ね、じゃあ、よろしかったら一緒に歌っていただきたいと思います、はい、歌詞を少しずつ私の方で、早めに早めに言いますので、よろしかったら一緒にですね、はい、歌っていただきたい。実は先日3月11日の、東日本の大震災1年を迎えましたが、うちの長男と次男が、現地に行きまして、周期の法要を務めてきまして、ね、もう、まあ、初めて被災地に入ったんですが、息子2人はとてももういろんなことを感じて帰ってきましてですね、やっぱり実際初山さんも現地に行きました。そうですね、はい、やっぱりこう、いろんな意味で悲しみを共にするというのも大事ですけども、やっぱり一緒に元気を出しているというですね、やっぱり上を向いて、そしてその、悲しみも、苦しさもみんな同じようなことは絶対経験してるんで、そこからやっぱり立ち上がっていく、ね、ためにもこの歌を一緒に歌ってみたいと思います。坂本九さんと歌ってました。 A 六輔さんの中村八大さんのコンビでの歌です。上を向いて歩こう。
ありがとうございます。ありがとうございました。ね、僕はですね、実は無前の生まれでございます。無前の山のふもとでございます。僕のおばあちゃんね、もうちょっと亡くなっちゃいましたけども、僕のおばあちゃんが生きてた頃の、田舎の風景を、歌った歌がありますので、それを聴いてください。ちょっとシャレて、英語でですね、グランドマザーという、まあ、おばあちゃんっていう意味なんですが、グランマーという曲です。聴いてください。夕焼け小焼けの赤とんぼ追われていたのはいつの日か。Cause
優しさとぬくもりと
私と共に寄り添い合って歩んでいこう。献身の本当にありがとうございました。皆様もう一度拍手で